フェリックス、ミハイロビチ・ブルメンフェルト・ヘルソン県、エリザベド・グラート・コバルフカ1931年1月21日、モスクワは、ユダヤ系ロシア人作曲家、ピアニスト、指揮者、音楽教育者。ブルメンフェルト家はオーストリアを出自としており、ドイツ語の発音によるブルメンフェルトという表記でも、知られている。ウクライナ出身。1881年から1885年まで、 サンクトペテルブルク音楽院でニコライ・リムスキー・コルサコフに作曲をテオドール・シュタインにピアノを指示。自らも1885年から1918年までペテルブルクで教壇に立ち、この間1911年までマリーンスキー劇場で指揮活動も行う。同劇場では恩師で同僚のリムスキー・コルサコフのいくつかの歌劇だけでなくワーグナーの楽劇。 トリスタンとイゾルでのロシア初演も指揮した。1908年には、セルゲー・ディア・ギレフ主導で刊行された、ボリス・ゴドゥノフ・パリ初演の指揮も務めたと伝えられる。1918年からウクライナに戻り、1922年まで、キエフ音楽院の委員長に就任。この折に、ブラディ・ミル・ホロビッツを指導したことは有名である。 1922年から没年まで、モスクワ音楽院の教壇に立った。ピアニストとして、同時代の数多くのロシア人作曲家の作品を演奏した。作曲家としては、ショッパンとチャイコフスキーの影響が明白で、おびただしいピアノ曲の他に、公共曲一つ、競争的作品、演奏海洋アレグロと室内楽曲、いくつかの声楽曲がある。 超絶技巧を凝らしたピアノ曲が没後、復活を遂げており、とりわけ、ショパン風の繊細な表情をた,たえた、左手のための練習曲作品三十六が名高い。指を立てて弾く奏法ではなく、伸ばして弾く奏法。フラットフィンガーを強行に主張した教師の一人で、このメトード通りに弾いているピアニストにコルトーと、ホロビッツがいる。ありがとうございます。